酒用麹のノンアルコール、ローアルコールのすすめ。はい、今回も始まりました。今回は秋バージョンになっております。いつものスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。江藤さん。はい、こっちです。はい、こっちです。日中坪駅の江藤です。よろしくお願いいたします。今回は、今回は、秋に楽しめる、和食に合う食に合う、ドリンクということで、今回使うシロップがですね、紫芋シロップになります、でこちらでソイラテを作ろうかなと。ソイラテ、ソイってことは豆乳、豆乳ですか。じゃあ作っていきます、こちらは20ミリです、結構色が濃いですよ、すごく濃い、なんか真っ黒な感じですね、これをミルクとかにちょっと白濁系の飲料で割ってあげると、綺麗なお芋色に、こちら氷をパンパンに詰めていただきまして、これが豆乳ですね。これはもうどこでも売ってるような豆乳ですよね、ここで、混ぜてもいいですし、そのままセパレートした状態でも大丈夫です。これね、最終的には混ざるんです。分離されてますね、せっかくですので、ちょっとカフェっぽく、クリームホイップクリーム混ぜていただければ。さあ、じゃあ、今回お得意のホイップクリームの魔術師がなりますんで、いきます。おー、来ました。モリモリです。今日もモリモリ、お嫁に持っております。で、ソース。赤色のソース。ちょっと原料として、お芋が使われているので、このシロップに確かに。あ、じゃあ、お芋っぽい。お芋っぽいですね。すごくいい形なんですね。で、最後に。最後にですね、ちょっと芋けんぴを砕いたものです。すりばちゃん、芋けんぴも人気ですもんね。それと黒ごまをミックスして、もりもりで、もりもりで、はい、こういった形です。ストローさせて、はい、こんな感じ、こんな感じですね。はい、試飲をさせていただきます。下の方に結構白くなったもんね。そうですよね、としてあげる、はい、というふうに混ざると紫になります。本当ですね、すごい綺麗だ、これは。あ、いい色になりました。じゃあこれでいただきます。うん、これ美味しい。これは芋のですね、しっかりした芋の味がしてまして、これうまいですね。ありがとうございます。和食を食べた後にスイーツのドリンクをお楽しみいただけますし、和菓子とかと合わせて確かにそうですね、ぜひ皆さんで試してください。粘性がね、かなりありますね。レモンシロップ、ワンプッシュ、そこにお湯を注いでいく。いや、これ簡単ですね、この2つがあれば。大体お湯の量は150ミリぐらいですね。もしお酒にしたければ、お湯の量をちょっと減らして、焼酎とか、ウォッカとか、お好みのものを入れていただければ。これそうですね、冷静に出来上がりですね、でそこで最後トッピング、今回はレモネードですので、レモンスライス、レモンスライスを入れていきたいと思います。リンゴを使ってますので、リンゴを、
リンゴね、これもうじゃあ追いみたいなですね、追いリンゴみたいな、追いリンゴですね、これじゃあ全部入れちゃいます、はい、ちょっと秋冬っぽくシナモンスティック、これはねシナモンです、はい、おしゃれになる、おしゃれになる、あー、これおしゃれ、はい、秋ですね、これは秋だわ、これ秋です、はい、はい、こんな感じですね、はい、ちょっと下の方にフレーズミックスが溜まってるんで、はい、ちょちょっと混ぜていただける、はい、ちょっとじゃあ混ぜて、色合いもね、ほんとこれ秋っぽいですね、これ日本酒の熱燗とかにお湯変えても美味しいですよ、はい、熱いのお気をつけてください、はい、すいません、いただきます、あ、シナモンのすごく匂いが、あ、これはね、温まりますし、なんかあの、例えば食事の後、お酒を飲みすぎちゃったなっていう時に最後これで締めると、はい、一息つけるですね、一息つけますね、はい、本当にホッとするというかですね、さすがにホットレモン、あ、大丈夫ですか、はい、まあ、秋なんでね、はい、食欲の秋、スポーツの秋、はい、そしてノンアルコールの秋を楽しんでいただければと思います。今日はありがとうございました。